カオルクッキングの坂本先生と一緒にお送りしていきます。はい、今日はそうめんを使ったレシピです。どんなメニューでしょうか。はい、今日は夏にも食べて元気になってほしいので油そば風のそうめんを作っていきたいと思います。おー、この時期お中元でそうめんもらうこともありますけども、はい、違うレシピで食べたいなっていう時もありますよね。そうなんです。そんな時にぴったりですよね。はい、そうなんです。元気をつけてほしいと思います。はい、では作っていただきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。用意する材料はそうめん2束、小ネギ、メンマ、チャーシュー、大葉、その他ご覧の調味料です。まずは小ネギを小口切りにします。カットしたネギは一旦お皿に置けます。続いてみょうが、しょうが、大葉を切ります。なかなか大葉やみょうがなどは中華に入るのというイメージがありますけど。そうなんです。やっぱりこの香味野菜は夏に食べてほしいものばっかり で元気が出て、そしてスタミナも出て、あとビタミンが豊富なんですよね。はい、ですので枠にとらわれず和も一緒に取り入れて有効したいと思います。はい、はい、大葉は細切り、生姜は千切り、みょうがは輪切りにします。ではこれでもうまな板と包丁はさよならです。はい、続いてそうめんを表示通り茹でます。そうめんをざるにあげ、ここでポイントが。その時にバターを、えって感じでしょ。バターびっくり、じゃーんと入れていく。わーこれなかなか見ない組み合わせですね。そうなんですよ。そうめんって長く置いておくときは結構油をですね浸したりするんですけど、はい、それをバターに変えて、要はパスタのイメージ。器を用意し、よく混ぜ合わせた調味料を入れ、そうめんをよそい、具材を上に並べたら完成です。具材もたっぷりで、香味野菜もたっぷり入ってるので、はい、すごく清涼感もありますよね。そうですよね。ではいただきます。ピリ辛、おいしい。そうめんなんですけど、そこにピリ辛のソースがまとっていて、新感覚ですねこれ。そうですよね、この辛さをちょっと求めたくて食べるっていうところもあるかもしれませんね。これだったらやっぱりちょっとこういろんな香味野菜ですね、あるものを添えたりとか、あとトマトとかね、これからも添えてちょっとこう栄養補給してもらえたらなと思います。